本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクト2022年プロジェクト発表会をご覧いただきまして誠にありがとうございます。まもなく開会いたします。開催にあたりまして注意事項を申し上げます。後日のアイカイブ配信のため発表会の様子を録画させていただきます。ご感想や今のお気持ちはどんどんチャットに書き込みをお願いいたします。ご質問がある場合にもチャットからご記入ください。 ネットワーク環境上、ズーム画面からアウトしてしまった場合は、事前にお送りしている URL より、再度お入りください。途中で不具合等が発生しましたら、運営担当、090-9630-9229までご連絡をお願いいたします。ドキドキしますね。まもなく開始なので、あともうしばらくお待ちください。 皆さん、こんばんは。本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクト、新プロジェクト発表会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は今年も進行を務めさせていただきます、渡辺美由紀と申します。よろしくお願いいたします。すでにチャットへ、あのチャットの方ですね、ぜひ書き込みの方、よろしくお願いいたしますね。 楽しみですね。今年も全国の真由美さんとどんな交流が生まれるのか、楽しみにしながら皆さんと一緒に発表会を進めていきたいと思います。また、終了は午後8時を予定しておりますが、多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。それでは早速進めていきたいと思います。はじめに主催者であります福島県本宮市より、開会のご挨拶をさせていただきます。 元宮市ドーム政策部政策推進課長石橋悪志さんよろしくお願いいたしますはいえー、全国のおまゆみさんこんばんはえー、今日は参加をいただきましてありがとうございますえまゆみちゃんプロジェクトの担当課長の石橋と申しますえー、さて今日は2022年の交流プロ ジェクトの発表会です本日の発表のプロ,プロジェクトは、サポートメンバーの皆さん、福島学院大学、木村先生をはじめ学生の皆さん、大天狗酒造にイン,インターンで来ている学生の皆さん、株式会社、久能の皆さん、そして、本宮市役所、 政策推進課の職員、木津、益子、川上の3名を含めまして、みんなで作り上げました企画でございます。本日発表しますプロジェクトから、まゆみちゃん交流プロジェクトをさらに盛り上げていただきまして、本宮市から全国へ元気を発信していけたらなと思っています。今後とも ご支援とご協力をよろしくお願いします本日の発表会ぜひ最後までお楽しみいただきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして今回の全国まゆみちゃん交流プロジェクトについて本宮市総務政策部政策推進課定住交流係長 キズヒロさんよりご説明いただきますキズさんよろしくお願いいたしますはいこんばんはよろしくお願いします今年も担当です <laughs> あのチーム石橋と久能さんはじめサポートメンバーの皆さんと学生の皆さんも含めて楽しく考えてますのできっと皆さんにも楽しんでいただけると思いますので今年もよろしくお願いいたします 私からプロジェクトの話を簡単にさせていただきたいと思います次のスライドお願いしますこのプロジェクトですが本宮市イメージキャラクターの真由美ちゃんと同じ全国の真由美さんの真由美さんの力をお借りしながらチームオール真由美の力で福島県本宮市から世界へ元気を発信するというような。 プロジェクトになってます本当に世界へ元気を発信するです、あの冒頭からこれ書いてるんですけど本当に世界まで会員の方が広がるとは夢にも思っていませんでしたここまで、えー、たくさんの真由美さんに応援していただいて本当に嬉しく思っておりますで、その気になる会員数ですが、えー、現在日本全国ですね47都道府県から1942人ということでまもなく 2000人に達しようとしています。都道府県中に言うと上位ベスト5というところで東京都そして福島県、えー、神奈川県、埼玉県、大阪府という人で、えー、会員の方、えー、たくさんいらっしゃいます。まだまだ募集しておりますのでぜひご参加、えー、お願いしたいと思います。このまま、えー、日本全国がまゆみさんという名前に なるまでの道のり、まだまだ遠いですけども、たくさんのまゆみさんに応援いただきながら、えー、このプロジェクトをどんどん盛り上げていければと思いますので、よろしくお願いいたします。だけど、世界にもと言いましたが、世界は5か国にまゆみさんいらっしゃいます。アメリカ、カナダ、ブラジル、そしてスイス、ニュージーランドとワールドワイルドなまゆみちゃんプロジェクトになってきたので、ちょっと私もそろそろ日本語以外の。 言葉で配信もちょっと考えていかなきゃいけないのかななんていうふうにだと思っております。まさあ全国世界のまゆみさん、本当にありがとうございます。これまで、えー、キックオフイベントに始まりまして、リレー動画にご協力いただいたり、あと CM 対象ということで、本宮市から全国まゆみちゃん交流プロジェクトの CM15 秒の CM のためにたくさんのまゆみさんにご参加いただいたりだとか、またのコロナウイルスの関係もありまして、オンライン交流。 またバースデーパーティーというところを配信オンラインというところをメインにこれまで実施してきたところですけども今年初めてですね超早場舞舞弓姫を通じた交流で初めて会員の皆さんと直接お会いすることができましたこれはあの私たちだけじゃなくてサポートメンバーの方々皆さんあの本当に感動しておりましてずっとオンラインで皆さんの顔は見てたんですが本当に直接お会いしてあの涙ものの あの初めてお会いするんですけど、初めてじゃないというこのつながりができたということが本当に嬉しく思っております。今日の新プロジェクト発表会皮切りにまたどんどんこのプロジェクトを加速させていきたいと思いますので、最後までぜひ楽しんでご覧いただければと思います。今日一日一日じゃないですね。すいません。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日一日よろしくお願いします。<laughs> はい。では、それでは皆さん、お待たせいたしました。本日のメインテーマであるプロジェクトの発表と内容の説明に移っていきたいと思います。ここからは、今回のプロジェクトを担当する各サポートメンバーの皆さんからもお話を伺いたいと思います。そして、プロジェクトの企画に携わっていただいている、おなじみですね、福島学院大学短期大学部情報ビジネス学科教授の木村先生にファシリテーションをお願いしたいと思います。 木村先生今年もよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いします皆さんお久しぶりです福島学院大学の木村です えー、今年もあの学生たちと一緒にですね、あの、まゆみちゃんのプロジェクトを、えー、応援させていただいております。あの、メンバーも少し変わってきていてですね、さっきあの課長の方から、あの、さらっとこう新メンバーの名前がこうポロッと出ておりましたが、後ほどちょっといじっていただきたいということだったので、いじりつつ進めていきたいと思います。えー、なんと今年はですね、昨年の3プロジェクトに、えー、1つ加わってですね、4プロジェクトこれから、 えー、新たなプロジェクト、それから昨年のパワーアップしたプロジェクトをですね、えー、発表させていただきます。えー、全国に広がるま,ひま,、えー、まゆみちゃんの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ、えー、これから発表するプロジェクト、注目していただきたいと思います。えー、それではですね、早速一つ目のプロジェクト、い、えー、きたいと思います。じゃあ、スライドよろしくお願いします。はい、はい、見ました。出ました。えー 大好評でですね、第2弾をやることになりました、まゆみずキッチン2022というプロジェクト。えー、こちら早速発表していきたいと思います。ではですね、こちら発表していただくのは、えー、元宮市のま子さんからお話しいただきたいと思います。ま子さんよろしくお願いします。はい、木村先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか、東北急に寒くなりましたけど、 いきなりあの<ー>ちょっと無茶ぶ振りすると、寒い日に食べたくなる元宮グルメ、マシコさんとししては何でしょうかそうですね、そうするとやっぱり、私はラーメンが好きなので、たぶんのラーメンとか、いいですね、元宮も結構おいしいラーメン屋さん、多いですもんねそうですね、元宮もお、はい美味しいラーメン屋さん、多いので、まあラーメンだけではないので、ぜひ<ー>皆さんには <laughs> あの来ていただいて、味わってほしいと思います。 はいありがとうございます、えー、ではラーメン大好きマシコさんからまずはですね今年のまゆみずキッチンがどんなプロジェクトになるのか教えていただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいまゆみずキッチンああのまあ、改めまして本宮製政推進課のマシコです今年もよろしくお願いいたしますまゆみずキッチンなんですけども今回あの二2 0二二ということで 前回に引き続き新しいプロジェクトとして内容をまたアレンジさせていただいてやらせていただきます。えー、元宮市のおいしい食材を使って今回は新米に合うレシピを作って、えー、皆さんから募集をして料理コンテストを行うプロジェクトとなっております。さらに今回は、えー、前回よりもパワーアップしてオンラインの料理教室 あとは、えー、特に目玉の、えー、元宮さんの食材セットの販売、そして優勝商品ありと前回よりもパワーアップしてますのでぜひご参加ください。おおありがとうございます。これあのねこのスライドが出てるうちに一つ一つもうちょっと詳しく伺っていきたいんですけれども、えっとまず今回も皆さんからレシピを全国の皆さんからレシピを応募していただくっていうことでいいんですよね。はい。はい、全国の皆さんまあ。 あと後半でもご説明するんですけども今回は市民の方も、うんえー、募集をさせていただくというような形になっておりますなるほどじゃあ本宮市民バーサス全国の皆さんみたいなところもありますねそうですねちょっと事務局としては、えー、選ぶのがちょっと難しいですかね<笑><笑>なるほどで今回のテーマは、はいえー、新米もうこの季節ね一番おいしいお米に合うレシピということで、えー お米に合うレシピだったら、例えば何でもいいんですかご飯に乗せるものじゃなくても、一緒に食べるものとか。お米の食べ方でもいいっていうことなんですかね。そうですね。基本的には、その、はい、そういった形で大丈夫です。ただ、あの、前回同様、あの。食材が決まってまして、その中から、一つ以上の食材を使っていただくという感じ、うんうん。なるほど。じゃ、あ早速、その食材の説明とかですかね。こちら、よろしくお願いします。はい。 えー、先ほども申し上げた通り今回のテーマはで食材の方なんですけども、えー、卵長ネギ、大根白菜里芋しいたけこの中から一つ以上を使って頂い,いてご飯に合うおかずを作っていただきますなるほどこれあの卵は去年の「まゆみずキッチン」でもテーマに選ばれていたと思うんですが。 ずいぶんあの野菜が増えましたねそうですね、今回はあのぜひ、本宮はやっぱり野菜が美味しいので、うん、そこを味わっていただきたい。まあ、あとあの、今回選んだ野菜はどれも旬のものになるので、うん、もう特に味わってほしいものを、えー、激戦しましまたなるほど、これ相当迷っ,迷ったんですよね、きっとね、これ以上にもっともっと候補がたくさんある中から、ぎゅっと絞り込んで、えー、この数になったと。 そうですね、かなり迷いました。いいですね。さて、えーと、募集内容はご飯に合うおかずをえこのテーマの食材を、まあ、1つ以上なので、まあ、1つでもいいし全部ででもいいしってことですよね、はい、1つ以上であればもう全部プルで作っていただ使っていただいてレシピを考案していただいても大丈夫です。<laughs> なるほど でそれがご飯に合うかどうかを審査して優勝すると今回優勝商品もあったりということだそうなのでそのあとにも引き続き続詳しく教えてあとだったんですけども、はい、今回も前回と同様で元宮市の食材じゃなくても料理の方あを<っ>、あのー、作る際は大丈夫ですので、うん、ただ今回はあのー、ちょっと特別、まあ、スペシャルセットっていうのを通販で販売するので。うん はい。そちらもぜひ活用していただければと思います。なるほど。じゃあ、レシピを応募するときに、近くのスーパーでネギとか卵を買ってきてもいいし、えー、今回特別にスペシャルセットで、元宮の、えー、こういった産物を直接通販で買うこともできるようになるので、それ使ってもいいということなんですね。はい。すごいな。ついに元宮市役所が、あれですね、ネット通販をし始めるという。 あはいまあ、実際にあのミネプライマルさんでしたりとか、はい、あの三直沢ちゃんでしたりとか、はい、そういったあの地元の会社さんのお力をお借りしたっていう形なんですけども、はい、それでもやっぱりこう意地でも全国のまゆみさんたちに、この本宮の美味しいものを直接お届けしたいっていう情熱が、増子さんをけ,かけたわでですね <laughs> そうですねねそうぜひ皆さんにこう喜んでいただきたい、まあ、味わっていただきたいっていう形でやらせていただきました。 はいぜひね、あのお近くのスーパーで買っていただいてもいいし、3、えー、直セットで元宮のおい、えー、しい卵や長ネギ、えー、購入いただいて、そちらでレシピにチャレンジしていただいても大丈夫ということになります。さて、あの先ほどの、えー、と例えば応募方法とか、それから審査の流れみたいなところと、もう少し詳しく伺えま,すか、はいえー、まず募集期間だったんですけれども、はいえー、本日から、えー、来月、えー、11月4日までの、まあ、 1か月ちょっとないんですけどもその期間に、えー、募集を受け付けるという形でやらせていただきます、うん、なるほどじゃあこの数週間があれですね一番こうレシピを考えて悩ましい時期になりますねそうですねはいうん分かりましたじゃあこの期間にどうやって応募すればいいんでしょうかはいじゃあ次のスライドで。 はい、で申し込み方法なんですけども、はいまあ、昨年参加された方はあの大体昨年と同じということであの分かると思うんですけども、改めてご説明させていただきます。えー、今のところ3通りの方法がありまして、まず1つは Google フォームを使った申し込み方法に、フォームによる申し込み方法。で続きまして、2番目がメールを使って、そこにあの必須項目と写真を添付の上、 投稿いただく方法で最後にあのインスタグラムの投稿です。でこちらはハッシュタグ、まゆみキッチンという形でハッシュタグをつけていただいて、あとメール同様に必須項目、あのこちらを一緒に入力していただいて、インスタグラムで投稿していただければ。なるほど。まあ、この方法でね、一人一つじゃなくていいんですよね。はいあの、何種類でもあの皆さん、 投稿していただいて結構ですのでたくさんのご応募お待ちしてますありがとうございますちなみに変わりましたお変わりましたはいたえちなみにこれは、うん、あの写真以外にもどんな項目が必須項目になる予定なんでしょうかはいじゃあ次の、えー、資料の方に移りましてはい基本的には、はい、あのー、まあインスタグラムの方はいくつかあのー。 不要となるんですけれども、うんえー、まず一番最初に名前と会員番号。でこちら、インスタグラムで投稿される方は会員番号のみとなっております。で続きまして、郵便番号、住所、電話番号、えー。それらもインスタの方は他の個人情報とかになりますので、こちらは不要ということで。はい、でそして5番目に料理名。 6番目に材料とレシピ7番目に料理の PR こちらぜひ皆さんの熱い思いを書いていただいてで最後に料理の写真ということで以上の、えー、8つの項目を記入していただいて投稿していただくというような流れになりますなるほどありがとうございますちなみに去年の「マゆミズキッチン」って どのくらいレシピの応募があったか覚えてますかマシコさん。はい。去年は27品ですね。おお<ー><然>今年はね、この倍はいきたいですよね。そうですね。ぜひ、<ー>あの、50。いや、3桁 <laughs> <laughs> そうなんですよね。いや、去年ね、はい、多分様子見だった会員の皆さんも多いと思うんですよ。なので、ぜひ今回ね、 あの、今年こそ腕を振るって、えー、レシピの応募していただきたいと思います。で、さて今回、あの、このプロジェクト、えー、マユミズキッチンの、えー、セカンドプランですこ、こちらにですね、あのー、参加してくれた学生の佐藤恵里さんが、えー、今日オンラインで繋がっています。佐藤さん聞こえますか はい、聞こえます。はい、えー。今ね、益子さんがすごくいろいろ説明していただいたんですが、まあ、ここに至るまでのエピソードの中で、はい、特に大変だったことって一つ教えてもらっていいですか <laughs> 特に大変だったこと。はい。でも、あの、やはりさっきの、さっき話にも出たんですけど、うん、元宮ってやっぱり美味しい食材がたくさんあるじゃないですか。はいはい。なので、その、食材の選定やっぱりこう難しかったところの一つだと思ってます。うん、やっぱり ちょうど今の季節って美味しい食材が出てくるじゃないですか。うんうん、野菜の野菜でもキノコでもそうですし、うん、なんかこう、その食材の選定でこう、みんなこう、頭を悩ませてたなって <laughs> <laughs> 思いました。なるほど。今回、レシピが出来上がった後、いろいろこう、オンラインの料理教室とか、様々こう、オプションのプランも用意されてると思うんですが、佐藤さんが一番今、 楽しみにしてることって何でしょうか？そうですね。えっとやっぱりその去年のバースデーイベントでも、あの私、実際にあのあの作ったものを試食させていただいたんですけど、うん、本当にそれがどれも美味しかったので。うん 今年もどんなおいしいレシピが集まるのかなと、今から待ち遠しい気分で <laughs> いいですね、益子さん、なんかすごく待ち遠しいということなんですが、益子 <laughs>、えー、さんは、えー、去年も1年間、このマヨミズキッチン担当されていて、えー、2年目を迎えるにあたって、改めて全国のマヨミさんたちに、えー、このプロジェクト、どういうふうに参加してほしいか、一言お願いいたします。はい えそうですね、ぜひ元宮の、本、まあ、宮、の、こんなおいしい食材があるんだということを知っていただくとと,ともに、皆さんに、あのー、楽しんでいただくっていうのを一番に考えて参加していただければと思います。わかりました、ちなみに今回は本宮市民も参加できるということなんですが、増子さんも応募しますかはい、い、あ、い、のー、応募させていただければと思いますす <laughs> 楽しみですね はい、ということで、えっ、ー、と今回、えー、一番ファーストバッターということでですね。まゆみず、キッチンの、えー、セカンドプロ、えー、プロジェクトの、えー、内容でした。えっ、ー、とスライドの方は、えー、メールの投稿の方法がより具体的に出てきています。これ、ちょっと益子さん、もう少し詳しく説明していただいてもいいですか？そうですね。こちらあのまあレシピ投稿方法。あのメールのまあ、具体的なマニュアルになるんですけども、うん、先ほど言った必須項目をまあ、入力して。 あのー、まゆみずキッチンのメールアドレスまで送っていただければと思います。うん、こちらなんですけども、あのー、この後8時に改めてあの通知を送る。あのー、公式 line で送る通知の中にもこういった資料ございますので、そこであの、うん、ゆっくり見ていただければと思います。わかりました。インスタの場合はこんな感じでいいということですよね。はい、こちらも同じように。あのーはい、今日の説明をまとめた簡単な動画を一緒に。 あの通知いたしますので、うん、いいですね。ついに動画までつか作り始めたんですね。<laughs> <laughs> はい。すごいな、力の入れ方がやっぱ違いますね。はい。すごいですね。ありがとうございます。えー、では、えー、食材の販売について、えー、こちらもあのもう少し詳しく説明いただけるということでよろしくお願いします。はい、えー。こちらなんですけどもあのー、先ほど言った食材あとお米が全て詰まった。 あのスペシャル限定セットを通販で販売いたしますので、<ー>でこちらちょっと注意点が一つありまして、うん、販売期間の方が今日から10月16日までとなります。あの募集期間とちょっとずれたりするので、あの皆さんあの、申し込み忘れのないようにだけお願いいたしますありがとうございます。これ、ちなみに URL を見ると、ミーねプライマルさんの通販サイトからの申し込みということで、よろしいんでしょうか。はい あのミーネさんのお力を借りて今回通販が、はい、あの実現したので、で今日二平<う>さんもいらっしゃるのでよろしければ。そうです,、ね、いすはい。えー、に、えー、ミーネプライマルの二平さん、えーえー、こちらのあのスペシャル食材セットについてちょっとピーアルいただいてもよろしいですか。お番でございます二平です。こんばんは。はい。んんはスペシャルセットが整いまして。はい。はい。 もう本当に旬のものもですね先ほどあの剪定に困ったよっていうコメントもありましたが、うん、どれをとっても美味しいお野菜あとですね肉厚の椎茸ですとか里芋とかもうちょっと梱包に大変な長ネギとか大根とかもりもりですね新米とともにお届けできますので是非サイトから購入いただきまして、うん、本日の8時からですね あのオープンになりますのであのどしどし購入いただければと思います。わかりました。じゃあ間もなく受付開始ということですね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ということであの昨年本当に多くの方にご参加いただいて盛り上がったまゆみずキッチンパワーアップして帰ってきましたので<ー>、えー、ぜひね会員の皆さんあの本当に。 まさか通販までと思ってましたけど、えー、も本宮の皆さんの情熱が固まったようなね,ねえプロジェクトですのでぜひご参加いただければと思いますましこさん、里恵さん、それ二平さんありがとうございましたありがとうございますお、でスライドの方は面白いですねえ、このプロジェクト、本宮市の広報に載ったんですか はい、あの市民の方から募集するということで広報本宮10月号にの今日の発表よりも前になってしまったんですけども、はい、先行してあの掲載させていただきましたおおなんかじわじわと本宮市の皆さんにも認知が高まっていくといいですね <laughs>、はい、おあ二平さんがチャットに見ましたということで本宮市民の、えー、皆さん本当にあの多くの方に応募していただけるように声かけぜひよろしくお願いします。 はい、さて、まゆみずキッチン、益、え、子、ー、さん、これで OK でしょうかあ、今後の予定が分かりやすく出てきましたね、ちょっとこのスペシャル限定セットの通販が先に締め切りになるので、ここだけね、ご覧の皆さん、注意していただきたいと思います。ということで、あ優勝レシピの発表会が11月下旬っていいですね、ちょっと楽しみですね、これもね。はい、ちょっと、あのーまあ、11月、あと 11月近くになったら、再度あの具体的な日程とか、公式 LINE 等で通知するようにいたしますので楽しみですね、もうあのこのスライドの力の入り方がもう違いますね。頑張って作りました <laughs> すごい ということで、えっ、ー、と本日四つあるプロジェクトのうち一つ目マイミズキッチンの第二弾お伝えいたしました多くの方のご参加本当に待っておりますよろしくお願いします。じゃマシコさんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご応募お待ちします。はい。ということで二、えー、つ目のプロジェクトの方に移ってまいります。 2つ目のプロジェクトもですね、昨年大変好評でした真由美ツアーズの第2弾ということで、えー、こちらは本宮市役所の木津さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、真由美ツアーズ、去年は、えー、木津さんとね対決する そんなあの A プラン B プランの対決みたいなところが、えー、見どころだったんですが今年のマイミツアーズはどんな内容になるんでしょうかぜひ教えてくださいよろしくお願いしますはい、えー、今年は大きく三つマイミツアーズでプロジェクトを分けて作っております、うん、昨年はダイティング酒造の小針さんと一緒にだお昼ご飯食べるんだったらどこ どっちとかちと争いを繰り広げていたんですが、うん、あの同級生仲直りしまして <laughs>、はい、今年は別な形でツアーをツアーのご提案を展開していきたいと思いますのでよろしくお願いします。まず1つ目ですがその1位ということでみんなで完成させようツアーズマップ。 ということで、昨年、お店だったり、あの名所だったり、あとこういったイベントが、お祭りがありますよなんていうことを皆さんにご紹介させていただいたんですが、うん、あのせっかくこうだんだん全国、動けるようになってきたというところで、えー、皆さんに、まあ、個人でも、あと私たちの企画でもそうなんですが、来ていただいたときに、回ったお店だったり、場所だったりというところの写真をいただいて、 またあの感想とかコメントも頂い,いてそれをはめ込む形でマップを完成させていこうというようなツアーズマップのプロジェクトになってますこれはじゃあ全国の皆さんに会員の皆さんに元宮に来て頂い,いてそこで写真を撮ったりコメントをこう寄せて頂い,いてそれをもとにマップを作るっていうえこういうふうになったということですね。そうですねおー 昨年もいろいろこうご飯だったりだとかおすすめしたんですけど今年あの「超早場前まゆみ姫」のプロジェクトで、うんえー、お越しいただいた会員の皆さんだったりだとか金丸本店が買ったけどひふみ食堂にも次の日行っていただいたりとか <laughs> もう皆さんこうご自身でいろんなところ回っていただいて写真撮ったりあと美味しかったなんてコメントもオープンチャットとかでも多くいただいた部分がありますので、うんまあ、どんどん実は私たちも 知らななないいい穴場スポットなんかかもも会員の方が見つけけていただけるししれないし<ー>私たちがこう固定のメニューしか食べていなかったものが実はこれおいしいんだっていうのが私たちも発見することもあるかななんていうところもあるので、うん、まあこの写真とコメントで本宮市の魅力を埋め尽くしていこうということでこのマップを皆さんからの写真コメントで完成させていきたいというふうに思っています。今現段階でで準備中なんですけど、うん、クルメ編編それから名称編 これから秋祭りなんかも開催されますけどイベント編とあと会員オリジナルということでそれはもう元宮市のマップだけ載せますのでもう皆さんで行ってきたところ自分で写真ペタペタ貼るような形で自分だけのオリジナルマップなんかも作っていただけると楽しんでいただけるのかななんていうふうに思いますので是非元宮市お越しの際はまたあの通過せずですね元宮市によって写真を撮って 記録をあのこちらにも寄せていただければと思います。なるほど。じゃこれ写真とかコメントはどういうふうにこうキズさんに届ければいいんでしょうか。はい。えっと今このマップ自体があの、うん、完全に完成していないんですが、うん、あのオープンチャットであるとか、あと公式 LINE からメール送れるようなメールアドレスも載せてますので、うん、あの簡単な形でお送,お送りいただければなというふうに思います。なるほど。じゃあ,あの元宮市に行って。 食堂で何かを食べた時に写真を撮ったら木津さんに食べてるよって気軽に送れるようになり、ね、そうですねはいなるほどあとは本宮市役所にお越しいただいても大丈夫です <laughs> なるほどなるほど <laughs> いいですねはいじゃあ、えー、これからねここに写ってるのはグルメ編ということなんですがこれから名所編イベント編それから会員オリジナルということでいろいろなマップを会員の皆さんと一緒に作っていこうと、えー、これがその1ということなんですが。 はい、その2、その3が待っているということなのであその一が一番大きいんですけど、<laughs> <laughs> その2はもうすでに始まっているところで、はい、あの文字でつながる旅ノートというもので、はい、あの今、大天狗酒造さん、あのー、後ほど、大天狗酒造さんのイベントの告知もありますが、はい、大天狗酒造さんと元宮市役所、私たちがいる政策推進課のところにも、この旅ノート、設置しておりますので、うん、まあ会員の方々が元宮市に来た足跡を、 お気軽に残していただいてそれがどんどんこう埋め尽くされることであの文字で実際に直接同じ場所で同じ時間に会ってはいないですけど会員さん同士の元宮市を楽しんでいただければなということでこの旅ノートを設置してますので、うん、ぜひお立ち上げくださいこ,れこのノートにこうふらっと立ち寄って書いて足跡を残してくださいというものだと思うんですけど大天狗酒造さんと元宮市役所の2箇所に置いてあるんですね。はい なるほど結構皆さん会期にいらっしゃってますかどうですかねあのこちらで用意したツ,ツアーというか企画の時におかけいただいたりもしてたんですけど、うん、今年になってあの、まあ、特に夏の期間だとかあのご旅行されてる会員の方が、うん、まあ画面でもお会いしていないような方でも、うん、あの本宮市役所 コロナが明けたら本宮市にまず来たかったなんていうことで市役所にお立ち寄りいただいてこれ書いていっていただいたりだとかそういった方々もいたので本当に嬉しく思ってますものすごく嬉しいですねそれ本当に嬉しいですねすごいないいですねで、えー、このツアーズのブックはあれですよね書き込みがあっても別にそれ写真に撮ってオープンチャットに上げたりはしないので行かないと見れないし行かないと書けないっていうことですね <laughs> そうですねおお<ー>。<laughs> こういうのね、なかなか特別な感じがあっていいですね。お待ちしてます、ね。はい。ありがとうございます。ということで、二つ目は、文字でつながる旅ノートということで、元宮市役所と大天狗酒造さんに置いてあるこう、旅の記録をつけるノートの取り組みがスタートしてますということです。ぜひ、あの、元宮市、あの、お越しになった際には、二、えー、つのノート、両方に足跡を残しに来ていただければと思います。さて、じゃあ、木津さん、三つ目行きましょう。はい。はい。あの、三は、もう、イベント。 <お>です今年になって夏祭り、うん、久しぶりの開催をして盆踊りをやったりだとか、はい、あと今月ですね10月22日には4年ぶりのゆみみこしが開催予定ということで以上<お>担ぎ手の締め切りは今日までだったんですが、うん、延長しても受け付けますということで<お>担当者からお声もだいたので<お>、まあ、そういった機会 やると、か、あと今年はあのバースデーパーティー、なるべくこう対面とオンラインっていうものを併用しながら、多くの会員の方に楽しんでいただけるような機会を、直接対面でお会いできるような機会をどんどん作っていきたいなというふうに思いますので、そういったイベントをいただくことで、本宮市のツアーを私たちもご案内しますので、楽しんでいただければというふうに思います。なるほど。 この写真の中でやっぱり気になるのが、えー、向かって左下の、ちょっとこう、緑色の発表を着た女性だけで担いでいるおみこしがあると思うんですが、はいこれが先ほどの話のあった真由美みこしですよね。そうです。元宮市で昔からある女性のおみこしってことですかそうですね。おー。これに、 全国の真由美さんが担ぎ,とし担ぎ手として参加することができるというはいすでに今4名の真由美さんに会員の方に申し込み頂い,いているということで、うんはい、お一人は福島県内なんですけど、はい、他3名の方は県外から10月22日目がけてお越しいただけるということなので、はい、本当に真由美さんが真由美美輿を担ぐというあの夢のような 夢のようです、ね、体験が待っておりますので、本当に楽しみにしていますなるほど、10月22日土曜日に本宮市で開催されるこのお祭り、担ぎ手に、ゆみさんの会員の皆さんは、まだもうちょっと応募できるってことですね。ままだまだ 募集してます,いいです、ね、これでぜひあの今日、えー、チャットでご覧の方、えー、それから YouTube でこの後ね動画でご覧の方、えー、ぜひ10月22日土曜日は本、えー、宮市にお越しいただいて一緒におみこしかつぎませんかということになりますこれもやはりコロナで数年ぶりのおみこしなんですかそうですね4年ぶりの秋祭りですなるほど 昔からあるんですか、女性のおみこしって、珍しいですよね、女性だけのおみこしってそうですね、あの昔から、今何年なのか、ちょっとごめんなさい、あの正しい数字は把握してないんですが、本当に高校生ぐらいから、本当に幅広い年齢の本当に女性だけで担ぐようなおみこしで、うん、あの街中をこう練り歩くっていうところで、うん、本当にいろんな方々がこの眉みみこしの元気を楽しみに待っていますので。うんはい 全国からもどんどん担ぎ手の方もこういらっしゃったりもするので、うん、はい、お気軽にご参加いただければと。お気軽にって言ってもきっと重いと思いますけども。楽しみに。見越しですからね。重いですよね。<laughs> 参加いただければと思いますお。なかなかでも他の地域から自由に参加できて、しかも三越がかせ担げるっていうのかなり珍しいと思うので、えーね、この機会にぜひご参加いただきたいと思います。ということで、以上が3つ。今年のマイミツアーズは盛りだくさんですね、キズさん。 そうですねで、とにかくですね、うん、まあどの企画を取ってもなんですがまずは本宮市役所にお越しいただければ、うん、ましこく君も川上君もあと石橋課長もいますので <laughs> みんなコンシェルジュなので、うん、ま皆さんをしっかり本宮市の魅力を PR したいと思いますので。うんうん でお気軽にお立ち寄りいただければと思います。あと今回ツアーマップの作成にあたって。はい。あの学院大学の今野さんに。デザインをしていただきましたので、はい、本当に、この場をお借りして、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。じゃあ、早速、今名前の上がった学院大学の学生のこん今野さん。はい。はい。あのー、今回ね、このまゆみツアーズ、キズさんと一緒に、いろいろとこうね、うん、あの準備から、えー、制作からやってくれたと思うんですけれども。 だろう一番こう大変だったことを教えてもらっていいですか一番大変だったこと、うん、そうですねこの本当に元宮市っていろいろな素敵なお店であったり観光地であったり、うん、本当にたくさんスポットがあるんですけど、うん、その中であゆみさんに喜んでもらえるような場所ってどこだろうなっていうそのスポットの選定ですね。 私も学生同士で、ここ結構、女性だったら楽しめるんじゃないかなっていうところを選んではいったんですけど、本当に楽しいところがいっぱいあるので、それを絞り込むのが、とにかく大変でしたねそうだよね、木津さんなんてね、求みや愛が溢れてるから、減らそうとか、絞り込もうとするとね、せせたたいいってなるもんねそういう考えないですからね。 <laughs> なるほど。<laughs> <laughs> ということで、うん、今年はね、あの、キズコンマなタッグで、えー、ミツアーズが、<ー>え、ね、これから盛り上がっていくといいなと思ってます。うん、え、ね、今回、あの、今、えー、リアルタイムでオンライン参加していただいている皆さん、ぜひ、あの、チャットにですねあの、たくさんコメントを寄せいただければ、その都度読んだり、えー、チャットで、あの、コメントいただいた方には、ひょっとしたらあの、お声掛けすることもありますので、ぜひ、あの、チャットの方もご利用いただきたいと思います。えー、キズさん、本当にあの、 元宮愛にあふれてる木津さんならではの、えー、スポットもたくさんあると思うんですが先ほどこう自分たち、本宮市民が気づいてないようないいところに、えー、会員の皆さんに気づいてもらえるかもしれないっておっしゃってましたそういうところに私たちが当たり前だと思っていることが、うん、実は魅力だったりとか。うん 他の地域では珍しいものなのかもしれないというところも含めて皆さんからどんどん写真であるとかコメントいただければと思います、うん、はいわかりましたこれ応募の方法なんかはこの後オープンチャットで詳しくって思ってていいんでしょうかそうですねオープンチャットとあと公式 LINE、うん、とは後ほど説明しますけどホームページがちょっと新しくなりましたのではい。そういったところからも情報をお伝えできるようにしたいと思いますはい ありがとうございます。本当にあのコロナが少しずつあの落ち着いてきて、全国の皆さんに元宮にやっと来れるよっていうような、えー、そんな時期がもう本当に近づいてきていると思います、えー。受け入れ体制は万全ということなので、えー、ぜひね、多くの方に元宮市役所、それから元宮市に訪れていただきたいと思います。木津さん、引き続き、まゆみツアーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 ということで、あの、これからもね、あの、たくさんの情報を公式 LINE 等で発信されると思いますので、お見,しお見逃しなく、えー、楽しみにお待ちください。ということで、二、えー、つ目の、まゆみツアーズから変わりましてですね、三つ目のプロジェクト。これあの、新しいプロジェクトですよね。オリジナルプロフィール帳プロジェクトというやつが、えー、表示されております。こちら、どんなプロジェクトなのか、えー。まずはですね、市役所のニューカワー、カマー、川上さん。 こんばんは、えー、川上さん。こんばんは。よろしくお願いします。新人,新人じゃないですか、川上さん。<laughs> はい。ね、あのちょっと自己紹介からスタートしたいと思います、川上さん。よろしくお願いします。はい。はい、えー。今年大学を卒業し、えー、採用となりました本、えー、宮市政策推進課の川上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、大学生の時に、うん、あの全国マイミちゃん交流プロジェクト を知りまして私もこのプロジェクトにこう携わりたいなと思いまして、本宮市に元宮市役所に入庁しました。あもうこのプロジェクトありきで、本宮市役所に就職の門をたたいたということですね。はい、はい、<laughs> すごいな、木津さん、すごいいい人材入ってきましたね。すごいな、かわいいですよね。<laughs> びっくりですね。 すごいじゃあ川上さんあの若ちホープ川上さんぜひあの、はい、このオリジナルプロフィール帳プロジェクトについて、えー、詳しく教えていただけますでしょうかはい、はいえー、この、えー、オリジナルプロフィール帳プロジェクトですが、えー、馴染みのある方も多いかと思います、えー、プロフィール帳を使って、えー、会員同士とのつな、えー、がりと求めや市民とのつながり をを作ってて、えー、交流を深めてもらうプロフィール帳の内容ですが、えー、あだ名や、えー、趣味、特技などを書、えー、ける項目がありますので、えー、会員の皆さんや、えー、市,民の皆さん市民の方々と、えー、趣味、特技を通してつながって、えー、交流を深める機会となればと思っております。 えー、同じ趣味を通じた、えー、大人の部活に発展することを願っておりますありがとうございますこれあれですよねあの小学校の頃とかに女子の巷で流行ってたやつですよね、はい、そうですそうですお、来ました渡辺さん来ましたね <laughs> もうプロフィール帳のあの打ち合わせをしているとき一番ニコニコ輝いたのが、えー、司会をしている渡辺さんなんですけれども渡辺さんやっぱり <laughs> 思い入れの強いプロフィール帳ってこういう文化ってっ<う>女子の間では本当にね流行ってましたよね多分もう年代問わずで女の子なら一度はやったことがあるんじゃないかなと思います、うん、プロフィール帳ですもうかき集めている方あ楽しそうっていうあの声もありました。<laughs> ありがとうございますありがとうございますちょっとこれね <laughs> あの声上げていただいたので100 え千百九十六番のエビさん、三重県からありがとうございます。もしよかったらマイクオンにしてコメントをいただいてもよろしいですか。千百。あり六番さん、<laughs> どうですかね。今こん,んは。あ、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今回ねこうやってプロフィール帳を作ってみたんですけどどうですかねこれ。いやなんか懐かしいっていうか <laughs> なんか。 燃えますね燃えね<ー>ね若い川上さんが入られてなんかまた活気がねさらに出てきて楽しみです。あすね、ぜひあのこれあのこの後もうちょっと詳しくどんなふうにこれを書くことができるのか、えー、アナウンスがありますのでぜひ、えー、1196番エビさんも最初のプロフィール帳ぜひ書いてあげてください。よろししくお願いします もちろんです。ありがとうございます,いますはいじゃ引き続きよろしくお願いしますお願いしますはいありがとうございますよかったですね渡辺さん、川上さんのほかにですねこのプロジェクトには学生の斉藤さんも、えー、参加してくれてます、えー、福島学院大学1年生の斉藤さん、今つながってますかはい、つながってます よろしくお願いします。川上さんも社会人1年生ですけど、斎藤さんも、えー、大学生1年生ということで、大学に入っていきなりまさかね、プロフィール帳を一緒に作ることになると思ってなかったと思うんですけど、斎 <laughs>、えー、藤さん、このプロフィール帳にどんな思いを込めて、プロジェクトに参加していますかはい、そうですね。プロフィール帳自体が、私も小学校の時になかなか友達ができなかった。うん それでプロフィール帳を通してこうクラス全員に配って<お> <laughs> の私の自己紹介も含め他の人たちの情報というかどういうことが趣味なのかっていうのをですねそれを集めて何とかその人間関係を築くっていうのがすごい特にそうです、ね、思い出に残っています。おー じゃああれですね斉藤さんのこうクラスの中での生活を支えてくれたのがこのプロフィール帳だったという。そうですね。ああぜひねこの会員の皆さんマイミちゃんの会員の皆さんにもこのプロフィール帳を通じて、えー、コミュニケーションをねこうどんどん広げていただければと思います。えー、チャットの方にはあの多くコメントいただきましたありがとうございます。百三十一番のね土産子マイミさん土産子マイミさん聞こえてますか。 どうですかねもしマイクオンにしていただければ懐かしんでいただいている嬉しい <laughs> ねえいいですねどさんまゆみさんやっぱり北海道なんでしょうかえそれから1234番のまゆまゆさんありがとうございます1234番まゆまゆさんももしよければマイクオンにしていただいてコメントしていただければと思いますいいですね渡辺さんこうやってこうコメントいっぱいいただくとなんかこうすごくす、ね、ワクワクしてきますねまたね も私もわくわくだったので、うん、こうやってねこう真由美さんが1900人も集まってたらあの皆さん、うん、多分いろんな特技もいろんな趣味も、ね、それぞれ持ってらっしゃると思うんですけどうん、うん、お名前も一緒趣味も一緒ってなったらもっと頼れるんじゃないかなと思うので。ねえいいですよね。 あこあのチャット欄に八木沼真由美さんからピンクとブルー両方欲しいということで、えー、木津さんのコメントでねピンクの方が会員の方用でブルーの方は市民用ということなんですが、えー、これあのちなみにどこで手に入ったりするのか川上さん、ちょっと教えていただいてもいいですかえっと手に入る場所ですかね。は 今からすぐあのチャットでお送りしますが、はい、あの多分チャットで、あのー、見れる方は、パソコンで入ってらっしゃる方はダウンロードができます。うん、ただパソコンじゃなくて携帯から見てらっしゃる方は、うんえっと、これから公式 LINE にもあげますし、ホームページにもあげますので、ぜひあのダウンロードしていただいて、うん、あの印刷をしてであの、所定の方法があのしっかり あの書いてありますので、見えるから、こういう形でですねプロフィール帳の隣に、あの所定のほ送付方法が一覧がありますので、うん、あのその順であの送っていただいて、ぜひあの、特技や趣味を木津さんに教えていただければなと思います。うん、なるほど じゃあ、この、えっ、ー、と、かわいいプロフィール帳のデータをダウンロードして、ご自宅のプリンターとか、えー、コンビニのコピー機なんかでプリントアウトして、書き込んだものを、えー、それを何とかしてこう、元宮市役所に送る方法も一緒に書いてあるってことですね。送り方っていうのがね。はい、なるほど。で、それがどんどん元宮市役所に溜まっていって、これも市役所に行ったら見ることができるようになるんでしょうか。かかみさん、教えていただいていいですか。えー、準備して。 はい、よろしくおき市役所に行くとこのプロフィール帳が見えるようになると、えー、いうことだそうです。こちらは,あのは多分あのホームページにあの、うん、乗りくことになると思いますので,い,い,です、ね、いろんな方のいろんなプロフィール帳を見て集めた気分を味わってください。うんうん このですねチャット欄にもう一気にこの画像が出てからチャット欄が活況になってきてるんですが780番のまさんありがとうございますプロフィールからまゆみさんメンバーの解放とかあると楽しいかもしれないなと思いましたということで,しいいいですね,ねこの,あのプロフィール帳もまずね解放に載せたりとか、えー、この情報が元になって会員同士のつながりが生まれたりなんかするとね面白そうですよね。 えー、まゆみ S さん、さっ早速ダウンロードしちゃいました。<laughs> ありがとうございます。これ、ヤギ沼まゆみさん、ありがとうございます。それと明日の大天狗収蔵に行きます。ということで、いただいてます。えー、131番のドサンコまゆみさんも、そうですね、皆さんのこともっと知りたいですよね。えー、1196番のエビさんもダウンロード完了していただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます,すあ、キズさんのコメントを見たら明日のダイティング酒造のイベントでもこのプロフィール帳書けますということで現地でも直接書けるようにご用意いただけるようですので、えー、ぜひお近くの方明日ねあの元宮市、えー、ぜひあの遊びに来ていただければと思いますこれはしかしこの、はい、かわいいかわいいプロフィール帳を作ってくれた方はデザインをしてくれた佐藤恵里さん今まだつながってますかはい は腹ペコプロジェクトのほかにこちらのプロジェクトもね <laughs> 手伝っていただいたんですけどこれデザインしていて懐かしい気持ちになったんじゃないかなと思ってるんですけどどうでしたはい、もちろんなりました本当に懐かしいなと思いながらあこういうのこういう項目あったなあとか思いながら自分で作っててこれを栄養の用紙にプリントして書き込むっていう想定で。 作ってるってことですねはい、はい、ありがとうございますえー、あエリチチャット欄に佐藤さんセンス抜群ですねって書いてもらってます <laughs> あ,ありがとうございます <laughs>、えー、嬉しいですよねぜひ多くの会員の皆さんにあのこちら使っていただければと思いますが1234番まゆまゆさんからも素敵なデザインということで、うん よかったですね。ということで多くの方にこちら使って交流を、えー、進めていただければ幸いです。川上さん、最後にですねあの全国の真由美さんにこちらのプロフィール帳について一言、えー、面を押していただければ幸いです。と言、はいえー、全国の、えー、会員の方、えー、特技、趣味、さ、えー、まざまいろいろなあ,のあだ名だったりあの自分の、えー、自己紹介する 場面あるかと思うので、年、え、々、ーえーえー、あのー、出していただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これね、今年から新しく始まったプロジェクトですけど、実はこのプロジェクトが、あの一番こうあの運営している側の人たちがこうニコニコしながらワクワクしながらやってるプロジェクトだと思います。えー、多くの方にご参加いただいて楽しんでいただければと思います。ということで川上さんありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。 なんかね、このクール川上のファン増えそうですね。<laughs> はい。ということで、えー、では最後、四つ目のプロジェクトの、えー、紹介、えー、していただきたいと思います。四つ目のプロジェクトではですね、えー、大天狗酒造の150周年の蔵開きというイベントが、えー、明日ですよね、えー。開催予定なんですけれども、こちらをですね、企画しているのが、大天狗酒造店に今、インターンシップで 実習をしに来ている大学生の方がこちらのプロジェクトを進めているということなのでインターンの大学生の皆さんからこちらまず自己紹介をしていただいてで明日のイベントについて情報を紹介いただきたいと思います。まずじゃあ小張さんかからお話いいいいいただいてもいいですかねはい 私で大丈夫でしょうかはいじゃ小林さんから参りましょう。よろしくお願いします。自己紹介、はい、お願いしますはよろし。大天狗酒造の小林沙織と申します。おかげさまで創、えー、150周年を迎えることになりまして、あのいよいよ明日あの大天狗酒造のほ蔵の開放をして、まあ、たくさんの方に来ていただきたいなと思い、えー、企画させていただきました。えっ、ー、と、詳細の方はインターン生の方からあの紹介させていただきま いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんぜひ遊びに来てもらいたいと思います。ありがとうございます。では早速インターンの大学生の皆さん、まずは自己紹介からよろしくお願いします。はい、インターンのあ、すみ音声聞こえてますでしょうか。聞こえてます。はい、ありがとうございます。今回大天川修造さんの方でインターンさせておりインターンさせていただいております長野大学3年の白戸と申します。え。 はい、えっと、私も同じようにインターンさせていただいております。竜国大学3年の金子と申します。あと2人メンバーいるんですけど、今日は私たち2人が、あゆみちゃんプロジェクトの中で、明日のイベントについて紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにその、残り2人の方も入れて全部で4人いると思うんですけど、全員違う大学なんですかそうなんですよ。全員違う大学で。 うんうんうバラバラのところで。へえ面白いですね。ねうん、学園も2年生、3回生、4回生一人です。あなるほど。で今日お二人は今どこにいるんですか。私たちは乙女屋市内にえっと明日のイベントにこないまして今日準備で乙女屋市内にもう入っております。なるほど。 じゃあもう今、元宮市の一員として一緒に参加していただいているということなんですが早速、ですねこの150周年蔵開きについて詳しく教えていただけますかはい詳しく、私のほうから説明させていただきます。詳しくあの共有させていただいている資料をご覧いただければと思いますが今回、150周年の蔵開きということで主に3つ大きな企画を考えております。 左側のポスターになりますが、まず日本酒のシーンですとか、えっと、蔵の見学ツアー。あと、次がインターンえっが企画しました。はじめまして日本酒ということで、えっと、日本酒あまり飲まない方とか、若い方を対象に、えっと、日本酒講座でしたり、日本酒の、えっと、スタンプカードの企画ですとか、あと、オリジナルカクテル作り、あと、日本酒のボトルのラベルを自分で と、デコレーションしたり、書いたりして、記念ボトルを作ったりするものなどを考えております。で3つ目としましては、元宮マルシェの、えっと、的に開催されている元宮マルシェの、が、えっと、大天武首相さんの方で、同時開催ということで、えっと、企画しております。で、えっと、大天武首相のプラビアーキーについて、まゆみちゃんプロジェクトの皆様へということで、右のポスターを案内させていただきます。えっと マミちゃんプロジェクトの皆様に3つ、主に連れて、えっと、ご案内がございまして、1つ目が記念ボトルということで、えっと、デコレーション、先ほどお話しさせていただいたんですが、マ、ま、ミちゃんの柄のラベルというか、マ、ま、ミちゃんのシールとか、マ、ま、ミちゃん柄のラベルを用意しますので、そちらにご自分で好きなようにマミ、ま、ちゃんのデコレーションですとか、思いとか、あと誰かにプレゼントするんでしたら、 お祝いのメッセージとか、そういうようなものを入れられるようになっております。二つ目としましては、イメージ日本酒カクテルということで、今回、まゆみちゃんのイメージカクテルを募集いたしまして、学生の方でもイメージカクテルを作ってみまして、それを明日提供させていただきます。三つ目は、まゆみさんのご招待ということで、今回、たくさんのまゆみさんが集まってくださっているということなんですが、 のマユミちゃん交流プロジェクトの対象ですとか、あとちょっとお名前とかがわかるものをご遺産いただければ、っと特別なマユミちゃん会員の方の特別なプレゼントをご用意しておりますので、ぜひごお越しいただければなと考えております。以上です。 はい、ありがとうございます。あのチャットの方にもたくさんあの「150周年おめでとうございます」とか「ですね、えー、明日必ず行くのでよろしくお願いします」ということであのたくさんのコメント頂い,いております。ちなみに八木沼真由美さんからですね「車で行くから試飲できない涙」ということが書いてありますが、ねまあ、これもお買い上げいただいて、えー、ご自宅で楽しんでいただくのが一番かなと思います。 あのね、酒蔵ツアーってね、どうしてもこう車で行くと試飲できないっていうジレンマがありますからね。えー、ここは悲しいですね、確かにね。えー、それから六百三番、猫眉さん、えー、大天狗酒造さん、百五十周年、おめでとうございます。みかん、美味しかったですということで、小針さん。あのはい、皆さんからお祝いのメッセージ届いておりますが、がいすはい、たくさんありがとうございます。で、<ー>あの試飲できない方にも、あの本当、うん、お家ち楽しんでいただけるように。 今回あの小さいサイズでも買えるように<お>あの準備しておりますので、うん、もしよかったらぜひお試しサイズを試していただけたらいいなと思っております。はい、それからあとブースに木津さん来ていただけるんですよね大丈夫ですねあれ行 <laughs> きます。ということであの、まゆみちゃんブースも出させていただけるということですので、本当にお立ち寄りいただけたらなと思っています。 ちなみに小林さんこれ150周年ということで、はい、もう本当に大きなイベントじゃないですかだって150年前に言うと明治何年とかですよねそうですね明治の5年創業は、ねまあこれだけこういうその歴史ある蔵の150周年の蔵開きっていうのをこうインターンの大学生たちに任せてみようって思ったのはなぜなんでしょうか、はいはい はいあのー、150周年という節目でなんですけど実際にはあの大天狗酒造というのはすごく小さな酒蔵なので従業員とかも本当2人しかいないようなすごく小さな酒蔵なので多分自分たちだけではこう手が届かないようなところを、うん、あのどうしたらいいかなって考えた時にこのインターン生たちのすごい若い力が発揮されておりまして、まあ、いろんなアイディア出してもらって準備などもすごく いただいてて、もらってインターン生がいたからこそできるようなこ,うこれだけこう大きく宣伝できるようなイベントができるようになったんじゃないかなと思います。うん、学生の皆さん実際にこう参加されてみて、まあ、イベントはまだ明日なのでまだこう血は休まらないと思うんですが <laughs> えここまでを振り返ってみてどんな感想を今お持ちですか、えっと、私は県内出身なんですけれども、今回ここうん あとこういうインターンのきっかけで元宮市にお伺いさせていただいて、うん、今まで元宮市ってこう、やっぱりこう、いろんなところに行く通過する地点だったりしたので、初めてこんなにしっかり、えっと、元宮市についてか、えっと、知れたとか、あと、まゆみちゃんプロジェクトについても知れたのが、すごい、えっと、地元だから知らないことがあって楽しかったです。はい、楽しいです。<ー> <laughs> ありがとうございます。もう一方どうですか そうですね、私は、本宮のことは全く本当に存在するの知らなくて申し訳なかった。知らなくて、もうくてもう初めて来たときに、あこんなところがあるんだっていうのを知って、あと、ライティングさん自体も知らなかったんですけど、いろうんなことを外に魅力を発信したいという思いがすごい強く,強くて。 なんか本当にいろんなことをやってらっしゃって、インターン生がそこに突っ込んでいって、逆に邪魔にならないかなってあったんですけど、うん、なんか、すごい小針さんがたくさんサポートしていただいて、私たちがより良いイベントを作れるようにっていうサポートがすごくあったので、私たちもかなり自由にやらせていただいてますし、自分たち自身も楽しめるイベントになってるので。 もう私たちが楽しめるんだったら、お客さんが絶対楽しいって思いでやってますので、ぜひぜひ明日、楽しんでもらえたらなっていう気持ちで今、は本当いっぱいです。今ちょうどね、スライドにすごくかわいい、明日のマルシェとかスタンプカードの、えー、お知らせが出てるんですが、明日12時から4時ということで。えっと、マルシェの方は12時から4時なんですけど、12時から行ます。なるほど、なるほど。 いいですね。11時に行けば、えー、会員証持参のプロジェクト、プレゼントまだありますよね、必ずね。はい。なる,なるほど。ございます。じゃあね、会員証を忘れずに、えー、会場にいらっしゃられる方にはあの、ぜひね、プレゼントもゲットして、えー、お酒もゲットして、マルシェも楽しんで、えー、いい3連休、今、まあ、ね、幕開け、楽しんでいただきたいと思います。 さて小谷さんあの、こうやってですね、はい、大天狗酒造の150周年もまゆみちゃんの会員の皆さんに一緒に楽しんでいただけるイベントにこう出来上がったんですけれども、はいまあ明日イベント本番を迎えてですね150年つな続いた蔵に、はいえー、全国のまゆみさんにこう来ていただきたいお伝えしたいこと一言お願いできますか。はいここうして全国の真由美さんとと知り合うことが できたのもほど何かのご縁だと思ってますので、これをきっかけに、あのライティング指導の魅力や本宮の魅力をさらにあの楽しんでいただけれたら嬉しいです。ぜひ、あの、明日が来れない方も、あの後日楽しめるようになってますし、あ、それから、あの、私。 これちょっと一言じゃなくなっちゃってますけど、今日お祭りの判定を来ておりまして、うん、あのマイミミ参加される方、ぜひこの判定はあの,はあのこの判定の人を探してもらえれば、私もいますしキズさんもいますので、<う>あのぜひよろしくお願いします。<う>はい。ありがとうございます。ちなみに明日会場にキズさんいらっしゃるんですよね。キズ、はい、さんが、はい、私とマシコくんとで。 伺いますいいですね、実はあのチャット欄にですね会員証どこだっけって書かれてる方いらっしゃって、えー、でもこう会員証なくても多分あの、免許証とか何かでこうまみ目だよって,分か,ればって <laughs> 分かれば大丈夫です,大丈夫ですよね、ん、はい、もいるしということであの、はい、ご安心いただければあの大丈夫ですよ、はいあの、会員証を今から探さなくてもあの間違いなくあのサービス受けられると思いますのでお楽しみによろしくお願いいたします。 えー、ということでインターンの皆さんそれから小針さんあの明日のイベント前お忙しいタイミングでありがとうございますぜひいいイベントになること、えー、願っておりますありがとうございますお待ちしておりますありがとうございます,いますはいということで、えー、これでもうあっという間に一時間経っちゃいましてですねすみません四つの、えー、プロジェクト、えー、ご紹介してまいりましたまゆみずキッチンは今年は、えー、原ぺこましこさんと一緒にですねあのご飯に合うメニューということで、えー 元宮の美味しいお米によく合うメニューのレシピをこれから募集がスタートいたします。今年はついに元宮の産品を直接ご自宅にお届けする通販もスタートしましたので、あのぜひですね、元宮の産品取り寄せていただいて、レシピ開発に挑戦いただきたいと思います。それから木津さんのまゆみツアーズ。 こちらのツアーズもですね、みんなでマップを作ろうというふうなプロジェクトにバージョンアップしております。本宮市に来た際にはたくさん写真を撮って、どんどんですね、マップの作成にご協力いただければと思います。それから三つ目のプロジェクトはプロフィール帳ということで、これ盛り上がりましたね、渡辺さんものすごくずっとニコニコされてましたけど。 本当に嬉しい。この、えー、プロフィール帳もですね、もうあの早速ダウンロードいただけるようになっておりますので、えー、会員の皆さんの交流にそれから本宮市の皆さんと、えー、真由美ちゃんの会員の皆さんとの交流に、えー、ぜひプロフィール帳どんどん書いてつな、えー、がっていた,いただければと思います。 で最後にご紹介いただいたのが大天狗酒造さんの150周年ということで本当におめでとうございます小林さん、明日のイベントをあの、ね、多くの方に集まっていただいていいイベントにしたいですね。はい、ということで、えー、今年の4つのプロジェクトを走り始めました、えー、課長、すごいプロジェクト集まりましたね。はい、楽楽しししみみみででですんなでこう参加して、えー 盛り上がっていいければと思いますよろ,よろしくお願いします。よろししくお願いしますということで今年もねますますパワーアップして、えー、特にコロナが少し落ち着いた時,時期には是非元宮市に来ていただいて元宮のおいしいもの元宮のいい景色元宮の楽しいお祭りおみ,おみこしも担げたりとかする、えー、そんな素敵な元宮に是非多くの方に、えー、参加してねあの訪れていただければと思います。今年もあの プロジェクトを走り始めましたので学生、それから市役所の皆さんサポーターの皆さん会員の皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います引き続き続どうぞよろししくお願いします。ということで司会の渡辺さんにお返ししたいと思います。はい ありがとうございます。滝村先生、ありがとうございます。本当に、あの、すべてのプロジェクトの、きなみ楽しそうでですね。もう、まゆみみこしは必見だなと思いますので、ぜひぜひ、参加をお願いいたします。そして、えっと、一一九六番、エビさんからのコメントで。まゆみちゃんたちのことはもちろんですが、運営に関わってくださってる方々のことも。プロフィール帳で知れたらいいなということだったので、きずさん、これは書きましょう。<laughs> 書きます。でも。 1一枚で足りないかもしれないです。元宮市の魅力が。ごめんなさい。いえいとにかく、あの、運営の方と市役所の方、のもちろんあの学生も、木村先生も、こちらあの、書いていただいて、どんどんあの上げていこうと思いますので、ぜひ皆さんでプロフィール帳をあのたくさん完成させていければなと思います。よろしくお願いいたします。では、ここでですね、お知らせを、最後、お知らせを。 えー連絡事項がありまますすのでよろししくお願いします先ほども木津さんからありましたホームページが新しくなりましたということでですねこちらあの前回のホームページ覚えてますでしょうかそれより拡大に見やすくなっておりますで、えー、とお知らせの項目がありますのでそこに随時あのこれからのプロジェクトの流れだったりとか進捗状況が載ってくるかと思いますのでぜひ皆さん見てみてください、はい、で2つ目ですね プロジェクト公式ツイッター解説いたしました、えー。大変お待たせいたしましたと言うべきだと思うんですが、はい、今画面に出ております QR コード、ぜひ皆さん、あのー、まゆみちゃんプロジェクトで調べていただければ、すぐ出てくるかなと思います。ぜひぜひ、あのフォローの方、よろしくお願いいたします。えー リツイートもこれからどしどしやっていきますが、あのこれからのズさんとか益子さんとか、新しく来た川上さんのオフショットなんてのも出てくるかもしれませんので、ぜひぜひあの皆さん、楽しくあのいいねもリツイートもよろしくお願いいたします。はい、では3番目ですね、眉耳神輿の現実がまだまだ募集しております。 木津さんの方で再度ご説明がでしょうかはい、ゆ、え、み、ー、みこしですね、今年4年ぶりの開催復活、令和初ということになりますね、令和に先ほど、これ、ゆみの花とポスターにもありますけれども、10月22日土曜日、開催いたしますので、まだあの応募ホーム閉じていませんので、ご都合つく方、元宮市に来れる方、 ぜひ、あの、参加していただければと思います。これ参加は完全に無料で。この、お、反転だったりだとか、衣装。あと、メイクアップも含めて、すべて。無料で。できますので。本当に、気の身、気のまま、開けていただいて。皆さんと一緒に、こう。お、本宮市の秋を盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 では、もう、こちらも、ずいり楽しみながら、一緒に進めさせていただければと思っています。はい。もう、最後ですね。一二三四番、まゆまゆさんから。今年は本宮氏に伺えず、まゆみみこしも担げなさそうなんですが。ぜひ、いつか、いや、来年には訪れたいと思ってますので、よろしくお願いいたしますということでした。もう、あのー、ね、遠くからでも参加できるような、プロフィール帳だったり、メニューの考案だったり。 できますので、ぜひぜひ参加のほどお待ちしております。ありがとうございます。はオンラインでエアカッツキしますっていう方もいます。<laughs> はい、ありがとうございます。多分あのこちらもね、あの動画だったり写真は随時あのツイッターとかであの共有できたらと思いますので、かっついた気分味わっていただければと思います。あ。 753番まいまいさん初めて zoom で参加いたしました。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうあの参加者、大変待ち望んでおりました。こうやってあのチャットをですね。盛り上げてくれているのは大変嬉しいです。エアミックスありがとうございます。エア担ぎしてください。ありがとうございます。 ではではお時間の都合もございますので、そろそろ終了とさせていただければと思います。次回の日程などプロジェクトの詳細は公式 LINE や Twitter、ホームページからお知らせいたします。多くの方のご参加、ぜひお待ちしております。本日は全国のまゆみちゃん交流プロジェクト、新プロジェクト発表会をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。これをもちまして終了とさせていただきます。それでは次回の えー、プロジェクト発表会というか進捗発表会まで。はい。またお会いしましょう。ありがとうございました。では皆さん、さようならあ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。